アレクサンドラ・アマーリエ・ホン・バイエルンは、ドイツのバイエルン王国の王族で、作家、翻訳家、バイエルン王女。バイエルン王ルートビヒ一世とその日で、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公、フリードリヒの娘であるて、レーゼの間の、第八子、公女として生まれた。ヨーゼフ・カール・シュティーラーの制作した、アレクサンドラの肖像画は1845年。 フオーがニンフェンブルク宮殿に設けた美人画廊に飾られた。アレクサンドラは生涯独身を通しミュンヘンの西安な寄付人会修道院の修道院長の地位を与えられた。1850年頃、ナポレオン一世の甥ルイ・デュシアン・ボナパルトがバイエルン王家に対しアレクサンドラとの結婚を打診したことがあったが、ルートビヒ一世は、 アレクサンドラの虚弱体質を理由に断っている。アレクサンドラは小説を執筆、出版したり、フランス語の児童書をドイツ語に翻訳することに熱意を傾けた。アレクサンドラは精神的な問題による様々な気構でも知られる。彼女は脅迫性人格障害に由来するらしい、異常な欠癖のため、白い服しか着なかった。また、 20代の頃から子供の頃にガラスで作られたグランドピアノを飲み込み、今も体内にはガラスのピアノがあるという妄想に取り憑かれた。アレクサンドラのこうしたいつは同じく精神面に問題を抱えていたおいのルート美ヒにせよを呼び、夫の国王兄弟と結びつけて語られることもある。1875年にニンフェンブルク宮殿において49歳で亡くなり、 ミュンヘンのテアティナー教会にあるバイエルン王家の霊廟に葬られた。ありがとうございます。